中で追いかけてった僕の感触はどんなだったっけ。僕はまだ全然で少しでも上手くなりたくて頑張ることしか思いつかなかったあの頃。なんでかな不思議なくらいに光コートでは日が当たるような懐かしい記憶。それがいつかの原点になるような成長も感情も全部詰まってる。 Ray of Shine 毎日が眩しさの中で心に焼き付いていた季節。僕らしさ初めて見つけた誇らしさ役割をもらってこのチームの一員になれたんだって。バカみたくまっすぐになんかもうただ楽しかった。好きなもので回る日常を当たり前のように。お互いが生き生きとして知ってるあの場所に立てていたこと忘れられないんだ。それが最初の奇跡だったんだと気づけるわけなんてなかったけど